説明しよう。この企画は授業中にいかに先生にバレずに森永お菓子をこそ食いできるかを争う真の男を決める戦いである。ルールは至極簡単。1回こそ食いを成功させるたびに1ポイント。鬼教師ピロマルにバレたらきついお仕置きが待っている。さらにマイナス5ポイントされる地獄ルールだ。ではこそ食いを開始。はい、起立。レイ、いいお辞儀だ。着席。はい、ということで今日からね担任を務めさせてもらうピロマルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の授業のテーマはですね、はい、森永製菓さんのお菓子の歴史を、はい、紹介したいと思います。早速ちょっと板書していきますね。はい、先生質問です。なんだ。いや、何もないです。あ、気をつけろよ。ということで一つ目の豆知識です。こちら森永製菓さんですね、1899年に創業した時に、はい、社名が今と違いました。ほう、はい、別の社名を使ってたんですけど、これ何かわかりますか？お二人ちょっと予想して答えてみてください。じゃあ、まあ、橋健くん答えてもらえ答えれるかな。漢字ですか。うん、まあ漢字ですね。漢字何文字かだけ教えてください。9文字。わかるか。長9文字。森お菓子永久。違う。次言うとわかるか。あれですよね、どんどん年を経て、うん、あの成長していった会社なわけですから。そうですね、森じゃなくて林とか木とかじゃないですか。だから林長お菓子総領事館とかです。違う。この先生、はい、褒めてくれへんな。本当に褒めて伸びるタイプなんで僕ら。いや、もう全然伸びしろないぞ。生徒にそれ言う先生どうかと思うんですけど。そんな生徒の未来否定してくるタイプ。本当に。はい、ということでこちら創業時の社名はですね、森永製洋菓子製造所っていうような社名でしたね。はい、これちょっと橋健くん早口で3回言ってみようか。森永製洋菓子製造所、森永製洋菓子製造所、森永製洋菓子製造所。アウトだ。練習してくるように。アウトだよ。全然やってみてくださいよ。え、森永で次行くぞ。ね、こちらですね、森永太一郎さんが設立した会社になりまして、はいはいはい、最初はもう本当にわずか畳2畳とかのスペースから始まったそうです。マジで。そう、どこでお菓子作るんですか。その1、ね、半分ので。確かに。お菓子作ってもう半分で寝るとかですか。そうなんかな。なんで家の人なん。2つ目の豆知識です。はい、こちらほにゃらららららの誕生ということで、丸をこの丸丸丸丸丸丸、これをねみんな知ってるあれなんですよ。森永製菓さんといえばあれっていうようなあれが誕生しました。これ2人とも何かわかりますか。何やろ。想像してみてください。多分今日もめっちゃ見てると思います。よく見るんですよね。はい、今目に入るので言ったらキョロちゃんですけど、明らかに文字数合ってないですもんね。うん、まあまあヒントは丸丸マーク、エンゼルマーク。はい、正解。1ポイント。いいですね。そうです、そうです。どうした？ハシケンどうした？体調悪そうですよ、さっきから。なんかめっちゃ、大丈夫？ちょっとちゃんと静かに授業を聞いてください。これエンゼルマークなんですよね、実は。はい。1905年にエンゼルマークが生まれるということで。これね、実は7回変わってるんですよ。デザインがですか。そうそうそう、1905年から最初の TM マークは太一郎森永の TM らしいです。へえ。そう、頭文字ですね、取ってたらしいですね。へえ。次の豆知識活かしてもらいます。
何してるんですか、ルントーくん。枝豆剥いてます。いや違う、そんなんじゃダメやで。ルントー、アウトー。ダメだよ、そんな授業中に。いやいやいや、こそこそ、お菓子食ったりしたら。ちょっと勉強してた方がいいんじゃない、そのペンで。これですか、このペン、うん、なんでこのペンで、なんでこのペンでやらないといけないんですか。教えてほしいですけど、ね、教えてほしいですね、ちょっと、どうじゃない教えてほしいですけど、これあの、使ったらかっこよく見えるんだよ。あ、ちょっとかっこよく見せてください。あこれは罰ゲーム用ビリビリペンなんです。なるほど、はい、初めて知りました。ということで、というわけで、はい、次行きましょう。まあまあ、君はね、そんな授業中にキャラメルなんか食べて、ダメですよ。あ、そうですか。それはもうこれで勉強してください。わかりました。はい、いただきます。いただきますって言ったしかも、いただきます、食べる気満々じゃないですか。うわ、びっくりした。イメージが最低じゃないぞ。次は絶対にしたらダメですからね。よし、わかりました、はい、じゃ次の豆知識行かせてもらいます。はい。どうした、むせただけです。あ、ほんま、はい、変なむせ方ですよね、ね、なんか詰まってるみたいな感じのむせ方してたけど、僕の心配でやっぱ薬飲んでたらルントー君の方が心配した方がいい。薬なんか飲んでませんって。いや、薬はまあまあよしでしょ。あ、薬いいんですか。薬いいんですね。お菓子はダメよ。あ、あの、お菓子もダメよ。はい、わかりました。薬です。ルントー君、薬です。何やってるの。薬飲んでます。それダブルだよね、それ。薬です。アウト。募集する、これは。あ、募集ですか。募集されるんですね、うん、なるほど、すいません。授業中に食べるなんてね、とっても他ですか。そりゃそうですよね、はい、ちょっと勉強してもらえるかな、それで。はい。なんかリアクション薄いな。慣れてしまった、もしかして。ルントーク、後ろ見ないでもらえます。いや僕集中してるんで。アイコンタクト取ったっていいじゃないですか。授業中ですよ。いや、分からんだね、ところ教え合いましょう。なんでこの会話先生全部無視してるの。今晩酌してるから静かにしてなさい。手いっぱい、すごいな。手いっぱい、晩酌で手いっぱい。結構好きだらけやけど。はい、ということで、はい、3つ目の豆知識ですね。1914年にポケット用キャラメルが大ヒット。当時ね、バラ売りされていたキャラメルを紙箱に入れて販売した。ポケット用キャラメルってどんなやつ。先生、こんなやつですか、ポケット用キャラメルって。あれ、あ、なんで持ってるんだ、なんで持ってるんだ。いや、これはあのレプリカです、うん、いや、ちょっと確認させてもらうの。これレプリカは…これ怪しいですよ。レプリカですよ、これ先生。なんで持ってるんだ。薬入ってます、そこに。ちょっとなんか…アウト。これは没収します。はい、じゃあ授業続きやりましょう。没収します。いや、ちょっと一回勉強してもらっていいかな、それで。え、これ出ます？普通に。あ、痛くないですよ、別に全然ね、そういう、やっぱ、はい。次からは気をつけてください。はい、はい、でですね、まあ、こちら紙箱に入れたキャラメル、ポケット用キャラメルが大ヒットしたんですよね。でもこれはいち早くね、携帯のしやすさに、まあ、目をつけたことによって売れたっていう、はい、大ヒットしたんですね。そう、歴史があります。ここで問題なんですけど、はい、近くに当てはまる文字、これを推測してみてください。〇〇代用。そう、何かの代用で、まあ、売り出されたんですかね。お薬ですか。お薬ではないですかね。ではないですか。これ食べ物ですか。いや、食べ物ではないね。食べ物じゃない。先生、持ってます。持ってない。当時ポケットに入れてたもの、タバコとか。お、え、正解です。あ、そういうことですね。紙タバコみたいなことですか。いや、ハシキン君すごい。もうやっぱ予習してきてるから。タバコ代用って書かれてるって言ったんですね。そう、こちら当時はポケットに入れるといえば、まあ、タバコやったっていう文化ですね。はい、ということで今日はですね、3つ豆知識を紹介してこちらで授業終わりたいと思います。結果発表。よいしょ。どうやらお菓子こそ食いしてたらしいですね。あれ、バレちゃいました。バレました。バレますよ、あの食い方は。あれ薬なんで。いや、それやめて、それ薬っていうのやめて。あれ薬なんで。はい、まあまあ、こそ食いでポイント稼いでたらしいですね。まあまあまあ、はい、そういう戦いだったんでね、僕ら、はい、なるほど、自信はどうですか。まあでも、先生お菓子1個も食べてないのに1回ビリビリ触ってるんで、まずマイナス5点です。そうですね、僕先生には勝ったんじゃないかなと思ってて。確かに僕も先生には勝ってたんじゃないか。まあそうなるね、私はマイナス5点です。はい、
はい、まあ自信はありますよ、うん、それはね、ルントー君には負けないですから、うん、そのラムネを薬だっていうようなやつとは。いや、なかなかトラップ仕掛けてきましたよね。あれみたいな。はい、じゃあハシケン君のポイントから発表していきたいと思います。お願いします。はい、ハシケン君のこそ食いポイントは3ポイントいで、はい、罰ゲームポイントがマイナス5ポイントということで、はい、マイナス2ポイント。お、まあマイナスですけど、マイナス突入してるけど先生には勝てます。はい、確かに私には勝ってます、ね、はい、はい、マイナス2ポイントです。そしてルントー君のポイントです。はい、こそ食いポイント、はい、プラス1ポイント。おお、あれ、そして罰ゲームポイントがマイナス10ポイントでマイナス9ポイント。そしていうことで、ハシケンさんの勝利です。こそ食い王だー。いや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 、あんまり嬉しい証拠じゃないね、こそ食い王って。低レベルの争いやけど。いやいや、何食べたの2人は。僕とルントが共通するのはベイクです。ベイク、うん、ベイク一番食べやすかったです。あ、そうなんや。まあ、そうか、確かに。で、僕はあとキャラメルを一番最初に食べて、うん、ずっと10分15分口の中でネチャネチャしてました。気づかんかった、これなんかずっと口もごもごしてるなと思って、うん、この歯茎の隙間に喋りかけられたらキャラメルスッと押し込んで、いや、はい、先生、エンゼルマークエンゼルマークって言ってました、僕。汚いな、ほんまに。うわ、もうやり方が汚い。あとチョコクッキーですね、僕、2枚入りのやつ。で、クッキー食べてる時にルントークアウトになったんで、その隙にもう口もご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 してました、僕は。気づかんかった。ありがとうございます、本当に。マジで、そうなんや。ルントークは何食べたの。僕は、うん、あれですね、まずラムネをガーって食べてたら没収されたんで、うん、そのもうなんか悔し紛れにベイクをブリッて食べました。あ、それはそれで、うん、もうそれ以外もう怖くてもう何も手出せませんでした。でルントが怖かったら多分ピロマルじゃなくてな、折れないよな。そうそうそう、後ろから密告部隊がいるから。結構もう座席で有利不利があるそうなんですよ。ということで、今回の動画が面白かったと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、バイバイ。バイバイ。